デミアンスクの紋章。デミアンスクは、ロシア北西部、ノブゴロド州の南部にある町。デミアンスク地区の行政中心地でもある。人口は5825人。ノブゴロドからは南東へ 100km、オスタシコフからは 53km 北西に離れ、バル大丘陵の北縁に位置する。デミアンスクは、野望にニ川に沿った町である。野望にニ川は、 ポーラ川を経てロバッチ川へと注いでいる。デミアンスクの名は、年代期の1406年の城に初出している。1824年から1927年まで、デミアンスク軍の中心であった。第二次世界大戦が起こり、ドイツ国防軍に占領された時点では、デミアンスクとその周辺には19000人の住民が、いた。しかし1942年1月18日からの、 デミアンスク包囲戦で街は完全に破壊されている。トロッペツ、ホルム方面への反抗を行うソビエト赤軍により、デミアンスクを中心とする地域にドイツ国防軍の部隊多数が孤立する事態となった。撤退が唯一の打開策であることは包囲された軍の司令官らの間では明らかであったが、1942年夏に赤軍の包囲網を破って退路が開かれた後に、 なっても、アドルフ・ヒトラーはこの地は、モスクワへの侵攻に不可欠だと固執し続けた。包囲網は、次第に狭まり、1943年2月初めになって、ようやく最高司令部も、全面撤退を命令した。2月半ばから3月半ばにかけて、段階的に行われる予定だった撤退は、赤軍の大攻勢の中、2月15日から開始され、 多くの犠牲を双方に出した。デミアンスクを赤軍が奪還したのは1943年3月1日であった。ありがとうございます。